これはですね、以前私が勤めておりました札幌市内にある会社にいた、仮に A さんという女性の方の身に起きた話なんですけれども、 A さんは高校を卒業してから田舎の実家を離れず、アルバイトしながら生活しておりました。ですが友人の多くが札幌に進学してしまい、なんだか自分だけ取り残されてしまったような、そんな少し寂しいような気持ちがありました。それとは別に、都会での生活ですとか一人暮らしへの憧れもあったため、そんな気持ちが次第に大きく膨らんでいきまして、ある時ついに札幌への引っ越しを決意します。幸いご両親も快諾してくれまして、話はトントン拍子に進みました。入居日も決まり、ついに念願の引っ越しの時です。生まれて初めての一人暮らし、わからないことも多く、かなり四苦八苦しておりましたが、戸惑いながらも高校時代の友人と遊んだりなんかもして、それなりに新生活を満喫しておりました。ですが生活に必要なものを買い揃えたり、移動するのにも地下鉄を使ったりしますから、思いのほか凄まじい勢いで貯金がなくなっていきます。となれば当然仕事を始めなくてはなりません。 A さんは手っ取り早く勤務開始できる派遣の事務仕事を始めることにしました。いざ仕事が始まりますと、覚えることも多くなかなかに大変でした。ですがそれなりに時給も高く、頑張れば直行用にしてあげるし昇給もあるよなんて言われたものですから、それがモチベーションとなりまして、忙しいながらも充実した日々を送っておりました。だんだんと仕事にも慣れてきて、少しばかりの自信もついてきた頃、 A さんはある日何気なく Twitter に自撮り写真をアップロードしました。 A さんの Twitter のアカウントはといいますと、友人と数人フォローし合ってる程度の小規模なものだったんですけれども、日々のツイートは A さんのささやかな楽しみでした。その後も相変わらず毎日の何気ない出来事ですとか思いなんかを取り留めもなくツイートしておりました。そんなある日のことです。仕事終わりにロッカーで帰り支度を済ませ、何気なくスマートフォンの画面をつけてみますと、新着メッセージがありますと通知が来ておりました。見てみますと、高校時代の友人 B さんからの LINE の通知でした。 B さんはと言いますと、それほど特別仲が良かった友達というわけではなかったので、珍しいな、急にどうしたんだろうと思って、よくよく内容の方を確認してみますと、パッと見た時になんだか文面から不穏さのようなものを感じました。久しぶり、あのさ、ちょっと変なこと言うようなんだけど、 A さ、この前ツイッターに自撮り上げてたじゃん。なんかあの写真最初に見た時と違うっていうか、なんか変な感じになってるっていうか、気のせいとかじゃないと思うんだけど、なんかいたずらとかじゃないよね。いたずらじゃないよねってどういうことだろう。 A さんはとりあえず自分のツイッターの投稿を遡ってみることにしました。自分の記憶するところでは、スマートフォンを持って自撮りをしている方の手がありまして、それとは反対の方の手でピースをしている、そして表情は少し微笑んでいる、そんな写真のはずなんですけれども、自分が記憶しているよりも口角が歪んだ感じで引きつり、目尻も少しつり上がっていて、なんだか肌全体が若干薄紫がかったような色味になっていました。 A さんはなんだか気味が悪くなりました。パッと見はわずかな違和感程度でしかないんですけれども、なんせ自分の顔はよく知ってますから、思わず画像フォルダにある元の写真を確認しました。すると撮影した時と何ら変わらない記憶通りの写真がそこにはありました。家に帰ってからも A さんは複雑な心境でした。どうするべきか、何か対処すべきなのか、
とても悩みました。あまり考えたくはないですが、ひょっとするとこれは心霊写真というやつなんじゃないかという疑念が脳裏をよぎります。ですが A さん、いわゆる霊感のある知り合いなんていません。お寺や神社に行って相談するべきか。でもこういうのっていきなり行ってもいいものなのかな。事前に予約とか必要なのかな。お金はかかるのかな。だとしたらどのぐらいの料金になるのかな。そんなことを考えているうちに A さんなんだか面倒くさくなってしまいまして、疲れも溜まっていたためそのまま寝てしまいました。その後も気味は悪いですが、写真がおかしくなったという事実以外に特に何かあるわけでもないし、そう自分に聞かせ A さんは写真のことを放置していました。相変わらず慌ただしい日々を送っていましたから、数日も経つと全然気にならなくなっていましたし、数週間も経つ頃には写真のことなんてすっかり忘れ去っていました。そんなある日のことです。仕事終わりにスマートフォンを確認してみますと、高校時代の友人のグループ LINE の通知が入っていました。見てみますと、高校時代の友人 C さんが亡くなったという内容でした。 C さんはと言いますと、高校時代からとても仲が良く、高校時代はもちろんのこと、札幌に来てからも頻繁に遊んだり連絡を取り合ったりしていましたから、そのことを知った A さんはとても悲しくなり、思わずその場で泣き崩れてしまいました。 C さんの葬儀への参加を終え、悲しい気持ちも言えないまま、またいつもの慌ただしい日常へ戻されます。月並みかもしれないけど、私がいつまでもくよくよしていることを天国の C が知ったら悲しむだろうし、そんなこと C だって望んでないはず。そう自分に聞かせ A さんは自分を鼓舞していました。空元気というやつだったのかもしれません。そんな矢先、A さんのおじい様が倒れ病院に運ばれました。体調はみるみる悪化していき、ついには亡くなってしまいました。ものの5日程度の出来事でした。 A さんにとって言葉にならない思いでした。 C さんとおじい様が亡くなった心の傷も癒えないまま、ほどなくして今度はご両親が車でガードレールに突っ込むという事故が起きたんです。二人とも即死だったそうです。あまりに立て続けに起きる不幸に A さんの精神はもう壊れる寸前でした。仕事も無断欠勤のまま行かなくなり、ついには A さん自身の体調までも崩してしまいました。風邪でもひいたんだろうと思ったんですが、 A さんの精神状態ではもはやそんなことはどうでもよく、ただただ無気力で部屋の中でうずくまっておりました。真面目だった A さんが突然会社に来なくなったものですから、さすがに心配した同僚たちは A さんの自宅を訪問してみることにしました。チャイムを何度も鳴らしてみます。ピンポーン、ピンポーン。ですが全く反応がありません。どん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 。 A さん大丈夫ですか、 A さん叫びます。しばらく続けましたが、やはりそれでも反応はありませんでした。事態を重く見た同僚たちは物件の管理会社に連絡しまして、事情を説明し鍵を開けてもらえることになりました。玄関のドアを開けますと、そこにはベッドに横たわる A さんの姿がありました。あまりに変わり果てた A さんの姿を見て同僚たちは驚きました。頬はげっそりとこけ、まるで一気に10歳も年を取ってしまったかのような、そんな悲惨な状態でした。同僚たちは
どうにか A さんから全ての話を聞き出しまして、おじい様が亡くなったというところまでは知っていましたが、ご両親までもが亡くなったということを知り、さらに驚いたと同時に、真面目だった A さんが突然会社に来なくなったことや、その悲惨な姿に妙に納得がいきました。そして体調のこともどうにか聞き出しまして、 A さんは半ば強引な形でついに病院に連れて行かれました。一通り検査を受けまして、診断結果はと申しますと、平たく言うと原因不明というものでした。あまりに度重なる不幸に一向に良くならない体調、 A さんはもはや何かのたたりなんじゃないか、そんなことを考えた時にふと思い出したんです。あの自撮り写真、 A さんは恐る恐る自分のツイッターの投稿を遡りました。そして A さんは絶句しました。目はカッと見開かれ血走っており、不気味に満面の笑みを浮かべ、肌はどす黒い紫色に変色している。ですがこのことは意外にも、あれだけ無気力な状態だった A さんを復活させるきっかけとなりました。というのも、もし仮に一連の出来事の原因が霊的な何かだとするなら、大事な友人や家族を殺した敵なわけですから、その怒り、恨み、憎しみのエネルギーは今までの無気力状態を巻き返すかのようにふつふつと湧いてきました。ですが相手が相手です。何をどうしたらいいのか分かりません。しばらく考え抜いた末、お寺に相談に行くことにしました。ですがその日はもう時間も遅かったため、明日の朝一に行くことにしました。そしてその日はもう寝ることにしたんです。眠りについた A さんは夢を見ました。夢の中で自分の部屋で寝ていました。すると突然金縛りに遭い、かすかに女のすすり泣く声が聞こえてきます。明らかに室内から聞こえている声でした。ですが A さん、ついに現れてくれたなと思いました。恐怖よりも怒りの感情が圧倒的に強かったんです。まずぶん殴ってやろうと思い、金縛りの腕を全力で動かそうとしました。ですがダメでした。ピクリとも動かせません。次第にすり泣く声がだんだんと大きくなってきました。正確には音の発生源がだんだんとこちらに近づいてきているんです。金縛りで首が動かせませんが、不思議なことに目だけは動かせたので、精一杯そちらの方を見ようとしました。すると視界の端の方から徐々に徐々に黒いものが見えてきました。すすり泣く声とともにだんだんとその距離を縮めてくる。次第にそれが何なのか認識できるようになってきました。その黒い物体は髪の毛でした。そうこうしているうちにだんだんとその全貌が把握できるようになってきました。長い黒髪で顔は見えませんが、それは女の姿でした。そしてついには2メートルほどまでにその距離を縮められていました。さすがに A さんは焦り、死に物狂いで身動きを取ろうとしましたが、やはりダメでした。全く動けません。その時です、奇声を発し女が駆け寄ってきたんです。その瞬間 A さんは目が覚め飛び起きました。なんだ夢かと安堵する間もなく
目の前には女の顔がありました。寝る前に見た自撮り写真の満面の笑みを浮かべたあの顔でした。翌日同僚が様子を見に A さんの家を訪ねてみますと、 A さんは少し精神がおかしくなってしまっていたようで、声をかけても全く反応がなく、ブツブツと上ごとのように何かつぶやき続けていたそうです。身寄りもなくなってしまい、本人がそんな状態ですから A さんは入院を余儀なくされました。ですが数日後には病室から忽然と姿を消してしまい、近くの歩道橋から飛び降りてしまっていたそうです。はじめに以前私が勤めていた会社にいたと言いましたが、もちろん A さんご本人から聞いた話というわけではないんです。なんせ私が入社した時にはすでに会社にいなかった、それどころかもうこの世にいなかったんですから、献身的に A さんに付き添っていた同僚の方が A さんの上事の内容をどうにかまとめて分かったことだそうです。その同僚の方、当時の私の仕事の先輩にあたる方でして、そのご本人から聞いた話でした。芦屋宗次郎でございました。